皆さん、コロナウイルスが蔓延し、疫病と不況、緊急事態に先般、菅義偉首相、内閣総理大臣から自助、共助、公助と言われたとき、あなたは何か違和感を抱きませんでしたか。今日、私たち日本社会で自助、共助、公助の中で大事に失ったものが、共に助け合う共助ではないでしょうか。今日、職業も多様化し、親族、家族での職業なども少なくなり、企業においても正社員から派遣社員になり、そして個人主義がはびこっています。家族や親族、地域社会、企業での関わりが希薄になったのではないでしょうか。共に助け合う共助には、勤め先、仕事を紹介する、結婚相手を紹介する、子育てを手伝う、介護を手伝う、さまざまな悩みに寄り添うなどがあります。今日はコロナ禍で仕事を失った、生活が困窮した、こんな時の共に助け合う共助。しかし、日本は誤った経済政策で20年以上続く経済の低迷とデフレ、さらにコロナ禍での社会活動、経済活動の停止で国民皆が貧困化し、金銭の助け合いは困難となりました。今こそ公の助け、公助が必要です。政府の助けが必要です。このままでは菅義偉首相、菅政権に見殺しにされます。あなたはいかがお考えになりますか。よろしければチャンネル登録をお願いします。